何すんだよ。あんたも少しは家の手伝いしなさい。宿題もやりなさい。ほら、なんで洗濯物畳みながら宿題やらなきゃいけねえんだよ。ん？もはや人間？最新の人型お手伝いロボット。人間の皆さん、こんにちは。掃除や洗濯、あらゆる家事を代行してくれるお手伝いロボ。実はこんな一面も。やめて、恥ずかしい。これだ。お母さん、渡したいものがあるんだけど。ん？何何？マッサージ無料券？どうして？いつもお世話になってるから、そのお礼だよ。やめちゃん、ありがとう。もう私に似て心が綺麗な息子だわ、本当に。どこか凝ってる箇所などございますか？目と鼻とへそとかかとと。全身ですね。じゃあまずは眠たくなるツボを押していきます。あと膝裏とくるぶしと耳たぶと、あとまつげとすね毛と。マッサージも必要ないぐらい頑丈な体にしてやるよ。私の名前はキッパー、屋根助様にお仕えする人型ロボットです。よろしくね、キッパー。じゃあ手始めにキッパーちゃん、宿題やっておいて。かしこまりました。さすがキッパー、頭の良さも完璧だ。じゃあちょっと遊びに行ってくるから、汚いものは全部処分しといて。かしこまりました。ハーゲンダッツ。何よこれ。ハーゲンダッツ。我々ロボットは液体に弱い。いいから食べさせなさい。ハーゲンダッツ。あんうんうん。ああ。ただいま。え？液体には弱いのか。もう少し改良しないと。よいしょ。とりあえずここに閉じ込めとけば大丈夫でしょう。掃除、きれいにする、汚いもの排除。汚いもの人間。修理するか。え？キッパーはどこ行ったんだ？この音は。汚いもの排除。おい、キッパー、何してんだ？汚いもの、人間。汚い子供、排除。こうなったら戦って止めるしかないな。早い！化け物だ！こうなったら。そう、キッパーは水に弱い。じゃあこれはどうだ。に
人間頭悪い。もともと最強のお母さんに頭脳がプラスされたら勝てっこない。必殺逃げる。俺がロボットにしたばかりに終わりだ。汚いもの排除。汚いもの排除。あ、ヤレちゃん、やめろ。散々私をこき使いやがって、ただじゃ済まさないわ。いや、やめて。うわ、綺麗なもの息子、母さん、私なんてひどいこと。ヤネちゃんごめんね。母さん元に戻ってよかった。ヤネちゃん、お母さん、ヤネちゃんいい加減にしなさい。ミエのおばあちゃん家に行くわよ。ゲームしてたい。たまには里帰りすんなよ。何その荷物。東京のお土産よ。あと何かあった時のためにアサルトライフルと金属バットと日本刀と。見物は持ち込み禁止ですので、こちらで処分しますね。渡しなさい。いやよ。渡せ。いやよ。渡せ。何よあんたも。何よあいつ。あむん。それお土産じゃ。お腹すいたから食べんの。現在高度1万キロメートルの高さに到達しました。異常は特にありません。キャー、異常しかないぜ。キャー、まさかハイジャックか。おとなしくしておけよ。今からこの飛行機を墜落させる。なんだって。あんた口臭いのよ。触んな。いい加減にしろよ。お前らぜ、皆殺せ。何か武器は。ダメだ、飛行機が壊れちゃう。おいガキ、何撃ってんだおめえ。クソ、どうすれば。せっかく気持ちよく寝てたのに、うっさいわね。よかった。首を怪我してしまったみたいで。助けなきゃ。誰かお医者様いませんか。あんたが助けなさい。できた。そうだ、パイロットの人がいないんだ。誰か操縦できる方はいませんか。あんたが。分かってる。くそ。ああ、これで一件落着ね。あんたも悪いことすんじゃないわよ。ごめんなさい。あと爆弾がもうすぐ爆発するんですけど大丈夫そうですか。はぁ、爆弾。あれは解除不可能ですので。誰かパラシュートを持っている方はいませんか。あん、作るよ。もう作るけ。できた。皆さん、これを使って降りてください。
あの人たち大丈夫かしら。やばい、時間が足りなくて作れない。もうダメだ。ヤネちゃん、諦めたらそこで試合終了よ。お母さん、でもどうすれば。なんとかしましょう。絶対生きてまた再会するのよ。あなたも続きなさい。おお、くそまずはベリーフライの格好で時速を300キロから200キロに軽減する。そして膝を抱えた格好になることで生存率が 5% アップする。海はダメだ。30キロ以上で入水するとコンクリートと同じ硬さになってしまう。狙い目は森、火のしなぎで生存確率を上げるんだ。いてててててて、ヤネちゃん、お母さん無事でよかった。どうやって生き残ったの。いや、普通にオラーって着陸しただけよ。お母さんよかった。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテー、なになに息子で人儲け、お小遣いはなしのブラックなハッテー。